はい、じゃあ次にですね、今回はサニーレタス、サニーレタスのですね、結構質問が多かったんで、やっていきます。ちょっとしなびた、ちょっとしなびてるかな、これは。で、サニーレタスなんか葉っぱがちょっとやばそうなんで、温度を50度でやってみようかなと思います。サニーレタスのですね、普通に切ったらすごい真っ黒くなるんで、切ってすぐは色が変わらないんですけど、じゃあこっちの方ですね、こっちの方をホット処理しようかな。これをじゃあちょっとやっていきます。まあ、ザクザクっと切ってもらって、多分ですね、結構60度近くにするとなんか煮えそうなんで、ちょっと少な、ちょっと温度を低く50度ぐらいでやってみたいと思います。こっちがホット処理なしで。はい、ここに、50度のお湯作ってもらって、給湯器から50度を直接でも構わないです。あとはもう沸騰したお湯と冷水を1対1で混ぜるっていうやり方もあるんで、こっちの方ですね。ちょっと葉っぱが多分やばいんで、レタスと比べたら薄いんで、1分、こっちは1分ちょっとつけてみます。1分でどのくらい変わるのか。あとこのただ切ったやつだもん、こっちはもうただ水でさらすだけにしてみます。あとですね、サニーレタスって結構やっぱり傷んでる場合が多いんで、外側の傷んでる葉っぱは正直生き返んないですね。結構元気な、すごい鮮度がいい、パリパリしているやつだったら多分ホット処理も大丈夫かなと思いますけど、よくですね、一番外側の葉っぱとか茶色になってるやつとか、ああいうのは外してもらった方がいいと思います。これは一応外してる状態で、中のちょっと薄っぺらいところ、元気なところだけを50度で1分やります。はい、1分経ったらですね、またザルにあげてもらって、このですね、冷水入れてからちょっと中をこうかき混ぜてください。そしたら熱いところがこもらないんで、はい、これでですね、また2分ぐらい、ホット処理した方はさらしてみます。はい、そしたらですね、ちょっとシャキッとなってきたらもうザルにあげます。で、水分をよく切ってもらって、はい、で、こっちがホット処理した方です。で、こっちはもうただザクザクっと切ったやつ、こっちもちょっと水でさらします。もうサニーレタスはすっごい先っぽ、葉っぱがこう薄くて柔らかいんで、このさらす時もあまり手で触らない方がいいです。はい、じゃあ、ホット処理した方を、ザルに水あげしたら、水分をよく切ったらですね、こっちの方、ホット処理した方です。ちょっと何日ぐらい持つのか、これもちょっとやってみます。こっちですね。はい、こっちはホット処理も何もせずに、ただ切ったやつを、水でさらしてザルにあげたやつです。はい、こっちの方もですね、これでどういう風になるかちょっとこう変化を見てみようと思います。では、はい、こちらサニーレタスのホット処理です。ですね、これがホット処理してない方、これもですね、ちょっと色があまり変わらなかったんで、5日間冷蔵庫保管になります。で、こっちがホット処理してる方の5日目です。ですね、葉っぱがもともとこういう色してるんで、ちょっと軸の方が見やすいかなとは思うんですけど、軸のこの部分ですね。こっちがホット処理した方、こんな感じです。
で、こっちがホット処理してない方ですね。やっぱ少しあの黄色みがかってる、わかるかな、こんな感じですね。ちょっとやっぱ黄色みがかってます。で、レタスのホット処理とかあのキャベツのホット処理と違って葉っぱがすっごい薄いんですよね。なんであの2分したらちょっとクタクタになって、溶け出したりするんで、これはあの1分でやってます。ちょっと軸の方をまたこれも出してみます。軸というか、まあ、こっちがホット処理した方ですね。こっちのあのサニーレタスのこの色がついてるのよりも多分色がついてない方の方がアクのでとかで見やすいと思うので、はい、こっちが、ホット処理をした方ですね。ほぼわかんないです。さっき切ったのかぐらいのあれですね。これ5日間冷蔵庫保管です。で、こっちがあのホット処理なし、ちょっと軸の部分だけにはなるんですけど、葉っぱの方は色はあんまり変わってるか変わってないか正直わかんないです。なんでこの軸のですね、ちょうど切り口、これはあのステンレスの包丁を使って切ったやつなんですけど、ちょっと分かりやすいようにしてますけど、葉っぱの方は正直あんまり見ても分かんないですよね。これ見てもホット処理でどう違うかって。なんでちょっと軸の方色が変わってそうなところをちょっとわざと襟を開けてます。はい、こんな感じです。やっぱ少しこう色が変わってますね。このくらい、5日間でこのくらい違います。味はどうですかね。味もやっぱり一緒かな。ホット処理してやる方食べてみます。あ、えぐみもなく、はい、あまり美味しくはないですけど、えぐみはあまりないです。で、こっちホット処理してない方食べてみます。あ、なんかですね、噛めば噛むほどえぐみが出てくるみたいな感じ、美味しくないです。まあ栄養は多分どうなんでしょうね。自分もその栄養士ではないんで、栄養成分が何グラムにどのぐらい入ってるとかわかんないんですけど、美味しくないです。こっちのホット処理してない方は、やっぱりホット処理した方が美味しいと思います。ぜひですね、ちょっと買われた際には1分50度で1分の方がいいです。サニーレタスが薄いんで。なんで葉野菜あるじゃないですか、グリーンリーフとか、ああいうのもレタスに比べれば葉っぱが薄いんで1分の方がいいと思います。ぜひですね、ご家庭でもやってみてください。はい、今回の動画は以上です。チャンネル登録、待って間違えた。嫌だこんなお願い。3219、チャンネル登録もしてね。